T-46 は1936年に開発されたソビエト連邦の試作戦車である。当時老農石軍の主力戦車であった T-26 の単純強化版をコンセプトに、1933年頃にレニングラード第174工場が開発に着手した。1935年に試作品が完成、1937年までの間に、 極小数が生産された。T-46 は、軽戦車としては攻撃力、走行、速度の面で、バランスが取れていた。特に、BT 戦車などに用いられたクリスティ方式による稼働方式によって、キャタピラがなくとも高い機動力を発揮することができた。しかし機械的信頼性の低さと、それに見合わない、生産性の低さが、大きなネックとなっていた。 特にコストの面では多方当選者である T-28 と同等という効果差であった。そのため1937年までに生産された4両以上の増産は行われず、この年のうちに計画がすべて凍結した。生産された4両は実戦に投入された。詳しい運用状況はわかっていないが、冬戦争に投入され、一部は砲塔を埋めて、 当地下として使用していたとされている。その他火炎放射線車として使用された車両もあった。ごく少数生産でありながら、現存車両が存在する。2001年末にカレリア地境にて、冬戦争で使用されたと思われる T-46 が発見された。いくつかの部品が欠損していたものの、ロシアに持ち帰って復元された。その後、 モスクワポクロンナヤの丘勝利記念公園に寄贈され、一般公開されている。ありがとうございます。